お笑いタレントの明石家さんま、60、が16日、MBS ラジオの、ヤングタウン土曜日、土曜、PM10 時、にパーソナリティとして出演し、解散危機に揺れるスマップについて、2ヶ月前から事情を知っていたことを明かし、年末に共演した番組が、やりにくかった。事を早く過ぎろって思った。と述べた。さんまは、番組冒頭からこの問題に触れ、まだ結論は出てないし、私にもどうなっていくかは知らない。と混迷していることを指摘した。続けて年末にスマップと共演した。日本テレビ系の、さんま&スマップ、美女と野獣のクリスマス、についてブレ。とんでもなくやりにくかった。みんな悩んでいたんでしょう。放送局も事情を知っていたのか。企画が緩かった。と振り返った。番組のラストで、また来年、というところで、木村拓哉、43、が冗談で、あんのかな、とつぶやいたことに冷や汗もかいたという。雰囲気が悪かったことから、事を早く過ぎろって思った。と述べ、普段ならメンバーの一人が話すと、他のメンバーがどんどん被せて話してくるところを、そういうことがなかったという。さんまは、うすうす事情を知っていたからね。本人たちは一生懸命やってたけど、空気が伝わる。世間には伝わらないだろうけど、と述べた。また、グループが解散危機に陥っていることについて、いつ発表するのか、と心配していたそうで、紅白で発表するのかとか、この2ヶ月は僕も振り回された。と2ヶ月前から知っていたことをほのめかした。さんまはまた、本人たちもかわいそう。今も結論出ていない。国民的アイドルがこんなことなるなんて。とメンバーの胸中を思いやった。スマップを育てたマネジャーと、事務所側が対立しているとされることについて、マネジャーと事務所、双方正しい。一方が間違っているということはない。と問題の複雑さを指摘。芸能界に生きていると大変。結論が出てから言うわ。と述べた。さんまとスマップは、様々な番組で共演している。毎年クリスマス近くに日本テレビ系で、放送される。さんま&スマップ、美女と野獣のクリスマススペシャルは、1995年から20年以上、続いている。フジテレビ系、27時間テレビでは、中居正広、43、との深夜のトークコーナー、さんま、中居の今夜も眠れない、も2000年から続く、2002年のフジテレビ系ドラマ、空から降る1億の星では、木村拓哉、43、とさんまが俳優として共演、木村はさんまのことを、お、じ、き、と呼んで慕っている。